鳥取、ゲゲゲの鬼太郎でおなじみのお酒、今年もご夫婦で宮崎です。千代結び酒造社長、岡空春夫様です。ですね、いつも、はいはい、あの賑やかで多くのお客さん来ていただきまして本当に素晴らしい会で、はい、いいです。これね、あの剛力というお米なんですけど、鳥取しかないお米で、非常に力強い、こう幅の広いふくよかな味になったいいお酒です。はいはい。で、まあ、あのすっきりしたあの辛口のお酒よりもお米の味がよく生きたお酒で、はい、あのいわゆる飲んでこう美味しいという感じるお酒ですね。はいはい、やはりこうじっくりこれ、少し ちびりちびりして飲む、飲み方と、あの意外にね、缶しても美味しいんですよ。はいはいはい、あの剛力というのはお米の名前ですけど、あの缶をしても非常に美味しいお酒です。はいはい、日本酒を飲むとですね、やはりそのお食事もね、あのお魚とかそういう自然 あの素材を生かした食事を一緒に食べて飲むと健康になりますんで、日本酒をどんどん飲んでください。はい、日本人が1日1合飲むとですね、お米の減反を しなくても良くなるんですよ。だから純米酒1日1合飲みましょうということで、そういう運動をしてますんで、ぜひ純米酒を1日1合飲んでください。はい。